太陽の方、エルカンターレへの道、大川隆法。第六章、エルカンターレへの道。1、目を開け。皆さん、あなた方は、1回や2回、地上に生まれてきたような存在ではないのです。第五章で、ここ100万年ほどの歴史を振り返りましたが、あれだけの文明の攻防があり、あれだけの大陸の布陣があったのです。それぞれの文明に生まれていた人間は、あなた方とは全く別の人間だったのでしょうか。降って湧いたように人々が出てきたのでしょうか。そうではありません。それぞれの文明に来て、アトランティス人やムー人だったのは、実は他ならぬあなた方自身だったのです。あなた方自身の魂の奥にある記憶の宝庫の中には、過去何十何百の文明に生まれ変わった記憶が源としてあります。霊能を持った特殊な人だけにあるのではありません。それは、すべての人に平等に与えられている魂の記憶なのです。しかし人間は長年の天生輪廻の過程で培ったそうした英知を肉体に宿ったというただそれだけの事実で忘れてしまったのです。あなた方が自分自身だと思っているものはあなた方の本物ではなくて、ぬいぐるみにしか過ぎません。肉体とは、魂がこの世で修行を積むための乗り船であり、自動車にしか過ぎないのです。ですから、船の船頭があなた自身であり、自動車の運転手があなた自身であって、船や自動車はあなた自身ではないのです。そこで自分の肉体を操っているもう一人の自分というものに目覚めていただきたいのです。本当の自分自身に巡り合っていただきたいのです。わずか10年や20年の学校教育で受けた知識をもって世界のすべてが分かったなどと思ったらとんでもない間違いなのです。自分自身で本当の自分というものを探求しなければ、一体誰がおせっかいにもそれを教えてくれるというのでしょうか。本当の自分に巡り合うためには、自分自身で本当の自分とは何かを探求するしかないのです。では、本当の自分に出会うとはどういうことでしょうか。それはすなわち魂の真実に気づくことです。そして魂の真実に気づくためには自らの心を徹底的に探求しなくてはなりません。自分で自分の心を探求しないで一体誰がその真実を教えてくれるというのでしょうか。あなた自身があなたの真実の姿を語れずして、一体誰がそれを語ってくれるでしょうか。悟りとは本当の自分自身に出会うことです。本当の自分の真実なる心を自分自身で語れることです。つまり、これが私だと言い切れることなのです。人間の魂は仏から分かれてきたものであり、仏の自己表現の芸術であると言ってよいでしょう。ところが、人間は創造の自由と行動の自由とを与えられたことから、孫悟空の真似をして、わがままいっぱいに生きてきました。
そしていつの間にか親である仏のことを忘れ、仏の心を忘れ、自我我欲と煩悩のままに地上生活を営むようになってしまったのです。実在界の天国よりもこの地上界に執着を感じ始めた時に、人間の堕落は決定的となりました。だから地上界そっくりの欲望と闘争の世界をあの世に作り、そこが地獄となってしまったのです。自らを知るとは、自らが仏の子であることを知るということです。仏の御心を知るということなのです。そして目を開くとは、自らの霊性に気づき、四次元以降の実在界の存在に対して心を開くということなのです。もしあなたが現在の自分に満足し、現在の人間観に満足しているならば、居眠りをしていても結構です。しかし真実目を開きたいならば、まず自らの心を探求することから始めるべきです。仏の国への手がかりはそこにあるからです。